華々しい成功を収めて市村座を打ち上げ、西へ下る菊之丞一行の中に雪之丞の姿はなかった。一代の名お山と歌われた中村雪之丞の行方を追った者は多い。レミ太郎も探した、お初も探した。しかし誰一人その姿を再び見た者はなかった。ある噂には出家をしたといい、ある噂には北国の旅芝居に紛れ込んだとも言うが、噂のままにいつか雪之丞のことも忘れ去られた。ただ野脇の吹きすさぶ荒野を去りゆく雪之丞の幻をいつまでも胸に秘めて忘れ得なかったその人は闇太郎か菊之丞か、あるいはお初か。